お迎えいたしましょう。お疲れ様でした。お願いいたします。では佐藤選手、前の方へお願いいたします。ここで改めて、佐藤選手にも感想を伺いたいと思いますが、佐藤選手、いよいよあさってからスタートする第13回全国障害者スポーツ大会、佐藤選手出場されます。改めて興味を皆さんに聞かせてください。はい、普段はオリンピックの後のパラリンピック、あとは国際の後の障害のある人の国際って、もうどうしても熱が冷めた状態で迎えることが多かったんですけど、今回はこうしてみんなで盛り上げて迎える大会なので、自分自身の準備がどうかっていうのは置いといて、すごく楽しみになってきました。本当にありがとうございます。ぜひみんなで応援しております。皆さんも応援に行きましょう。そして最後もう一方、 AKB48 の皆さんにも今回参加してみての感想を改めてお願いします。そうですね、国体が盛り上がっているのももちろん知ってるんですけど、今回このイベントもたくさんの方にこう楽しんでいただけるのがすごく嬉しいなと思ったのと、やっぱり7年後にオリンピックがあるので、もう皆さんとスポーツの関心をすごく高めて、すごく大好きって気持ちのまま7年後オリンピックを